こんにちは、菅野です。今日はですね、オリジナルタオルのフェイスタオル、一番よく出るんですけども、この大きさですよね。実際どのぐらいの大きさがあるんだろうっていうことよく聞かれるんですよね。でそれについて説明させていただきたいと思います。これが、一般的なフェイスタオルになりますね。一般的な大きさになります。で、この逆さまになってましたね、失礼しました。こちらですね。この短い方がだいたいね、33センチから34センチで、ここの長さがですね、だいたい80センチから84センチっていうのがだいたい私ども作らせていただいているものなんですね。でこの長い方っていうのは実は、たくさんご注文いただくと別折りっていう形で別に折ることもできます。なので33センチの、1メーター20とか1メーター30っていうのもできますし、逆に70センチに送信っていうのもできるんですよ。ちょっとね、穴なんですけどもね、こういったができるっていうのも実は、オリジナルならではのやり方なんですけども作れます。で、この長さっていうのはそういう形で長さはいくらでも変えられるんですけども、この横幅っていうのはこの機械幅っていうんでね、大体これは変えられるんですね。大体33から34センチで、そのカラっていうのは何でかっていうことなんですけども、実はタオルっていうのはこのプリントの場合は染料なんですね。で、また別の方法で顔料プリントという方法もあるんですけども、この染料プリントの場合、実はプリントした後に蒸しの工程があって、洗いの工程があって、あと縫製して納品ということは、蒸して一遍温めて洗うんですよね。洗うっていうことは皆さんご存知のように、洗濯すると縮みますよね。ジーパンなんかでもやっぱ綿なんで縮むんですよね。で、だいたい規定の初めの大きさは84センチでプリントするんですけども、染料の場合はその分縮むんで、だいたい80から82センチぐらいの間、ものによっては70センチ台になったりするんですけども、若干こういった縮みが出てきます。タオルなんで紙ではないんで、こう引っ張ったりするとやっぱり1センチぐらい変わってくるんですけども、だいたい80センチぐらいになっちゃうっていうことなんですね。これがだいたいの、フェイスタオルの大きさになります。この辺ね、よく頭に入れて、首にかけた時なんかどのぐらいの大きさになるんだろう、長さになるんだろうとか、この辺がね、やっぱり心配になりますけども、それ考えてご注文いただいたらいいかと思います。よろしくお願いいたします。